吉宗評判記暴れん坊将軍。うちの若いもんなんだよ。 この二人がね、死ぬほど好きやった仲なんだよ。それであの頑固親父と来たら二人の仲を引き離そうとしてやんて。だから俺は何とかまとめてやろうと思って話したらめ、俺の子ガツンと来やがってめ。やかましいやい。騎馬正とやら何とか考え直すことはできんのか。おっとお侍、余計な殺人口はやめてくんな。俺も騎馬正と言われた男だ。親の目盗んでこそこそ娘へ口説くようなやつは許せねえ。お父っつぁん、そんなこと言わないで、どうか弥七さんと一緒にさせて。何？親方、この通りです。おい騎馬正、おめえってやらどこまで分からずじゃねえんだこの野郎。おめえの娘だろ。お前死んでもいいのか、死んで構わねえのかこの野郎。征夷大将軍ともあるお方が。仕事夜ごと妻とうろうろと、一体何がご不満でのほずなことばかり。周囲を見渡しただけでも何一つ不足はないと申すのに。ある、一つ不足したものがある。上様には奥方がいらっしゃらない。気がついたか。すまなかったな。いや、ついカッとなってしまって許せよ。お侍、あんたもなかなかやるね。聞いたぜ、あの一発。あっおい騎馬正の、お前もいつまでも若いつもりで生きがったってダメだよ。お前にはな、嫁にやらなくちゃなんねえ。かわいいこんな子がいるじゃねえかよ。おいどうだ、頼むよ。おいえ、この二人の仲をお前認めてやってくれよ。やっしゃお前いい男だぞ。気性は素直だし、それに大腸も働き者だぞ。俺からも頼む。お大さんの幸せ第一に考えるのが親としての情けではないのか。お前さんって人は不思議なお人だね。今日初めて会ったばかりなのに腹打ち割った友達同士のように、この人の面は潰すわけにはいかねえって気にさせられちゃうぜ。やっしー、答えはおめえにくれてやら。お父っつぁん、その代わり万が一お答えを不幸せにしやがったら野郎ぶち殺すぞ。親方よかったな。よかったよかった、今までの。ありがとうよ。よかったな。やしお大ちゃん、おめでとう。ありがとうございます。あのご一等さん、すまねえから、手締めてんだよ。手貸してくれるかよ。じゃあ行くぞ。よお。いや。
加納殿、そなた一体何が言いたいのじゃ。私に話があるのならはっきり言いなされ。おつぼね様こそそれがしを呼びつけて奥歯に物の挟まったようなおっしゃりよ。用があるならお聞きいたそう。私はつまり上様にご側室をと。あら、なんじゃなんじゃその顔は。まだ文句が終わりか。ああ、いやいやいや、いや、おつぼね様とは腹の合わぬ同士と思うておりましたが、いや、同じことを考えることもあるのでござるな。実はそれがしも上様にご側室をと思うておりましたのじゃ。何、加納殿も。加納殿がそのお気持ちとは嬉しい。して誰ぞ心当たりがありましょうか。いや、さてそこですのじゃ。まずおなごのことはおなご、大奥にお詳しいおつぼね様に一肌脱いでいただくわけには。では私に推挙せよと。さよう、いかがなものじゃな。心得ました。二三心当たりがありますゆえお任せを。上様、たまにはこうしてのんびりするのも良いものでございますな。うん。池の鯉に餌でもやりますかな。そうだな。向こうの方にたくさんいるようで、ずっと。ほら、ここにもすいすいと綺麗な鯉がひょこひょこと、綺麗な鯉がすいすい。あの好みに合わんのかな。おお、上様、いや、美しい花でございまするな。その花にもまして美しいおなごがあれに。じいがもう少し若ければそばへ行ってあれやこれやと。上様、ならばこれにて茶など一服なされませ。さ。その方、名は何と申す。地図と申します。じい、これがお庭お目見えというやつか。いえ、そのあいにくだが側室を持つ気はない。今は我が身のことよりも世間をよく知り、一日も早くご政道を立て直すことが先だ。つまらぬことはやめにいたせ。そうは参りません。征夷大将軍ともあるお方がご正室もご側室もないなどと、そんな馬鹿げた話が。うんと言ってやりたいところだが、こればかりはそうはいかん。悪く思うなよ。何、三人ともダメだったと申すか。ちらっとご覧になっただけでお声もおかけにならなかったそうでございます。そうか。だが諦めはせぬぞ。三人でダメなら五人、五人でダメなら十人、必ず上様のお目に留まるおなごを。上様、弥七とお妙の婚礼はどうであった。はい、二人とも幸せそうでした。お妙さんの花嫁姿、それは綺麗で。付き合った者同士が一緒になる、良いことだな。おしずと申したな。そなたをお小姓並みに取り立てて、ただいまより柳の坪根様付きといたす。お前は幸せ者だな、おしず。ただの植木屋の親方の娘がお目見え以上に出世するというだけでも前代未聞なのに、
万一上様のお目に留まれば天井知らずの出世。私が上様の？ねえねえ、すごいじゃないの、おしずさん。お小姓涙なんて大した出世よ。泣くことないわ。でも私たちは明日は三年きりの年季奉公だけど、お小姓並みになれば一生奉公。おしずさんは来月年季投げて清吉さんと祝言をあげるのよ。一生奉公じゃ祝言も諦めなければそれに上様のお人に上がるなんて。でも柳の坪根様のご命令に背いたりしたらお咎めが。こうなると出世するのもよしあしね。なんとかならないのかしら。私たちにできることはせめておしずさんが許嫁の清吉さんと最後の別れができるよう計らってあげることぐらいだわ。でも通行切手がなければお城の外へは出られないわ。それがあるのよ。おばあちゃんの法事に行くつもりで取っといた私のが。ねえねえ、おしずちゃん、私のを使って。せいさん、私一体どうしたら。ねえ、何とか言って。けど相手が将軍様じゃ。まさか上様のお人に上がれと言うんじゃ。いやよ、いやよ、私清さんのいない毎日なんて考えられない。死んだ方がマシよ。俺だって清さん、いっそ二人で。別れ別れになるくらいなら。清さん、おしずちゃんが死んだら上その親方やおかみさん悲しむだろうね。おしずちゃん、やっぱり死んじゃいけないんだよ。でも清さん。よいよそこのお二人さん。引っ張れたいいね。なんなら変わってやってもいいんだぜ。なんだどこの野郎、もう一遍言ってみろ。おしずちゃん、おしずちゃん、おしずちゃん。いらっしゃい。お、清吉。祝言を前にした幸せな男がこんなとこで一人で何をしてるんだ。ほっといてくれよ。俺はな、おしずちゃんを将軍様に横取りされちまったんだよ。将軍？そうか、おしとねに呼び出されたか。それでおめえ。俺はな、おしずちゃんと一緒になることだけを楽しみに苦労してきたんだ。諦めきれるはずがねえ。けど先生、先生は学者だ。教えてくれよ。こんな時は俺たち町人は一体どうすりゃいいんだね。身分を盾に無理難題をふっかける、許せんな。大体同じ人間を身分や地位で分けるのはいかんのだ。俺もおめえも将軍だって同じ人間だ。そんなこと言ったっておしずちゃんは。清吉、諦めるんじゃねえぞ。おめえのそのひたむきな気持ちが通じぬはずがねえ。もし上層のお嬢様じゃ。ああ、
弥七さん。こりゃすっかりご無沙汰しちまいまして。お城へお戻りならお送りしますよ。夜道の一人歩きは物騒ですから。ありがとうございます。お嬢さん、どうしたんですか旅裸足で。いえ、何でもないんです。お嬢さん、ことに。おかみさん、しっかりしてください。おかみさん、どうしたい。ここにはいないはずの女、厄介なことに巻き込まれてお波さんに迷惑がかかっては。よし、ありてえに入っちまえ。火消しや飛びってな、どで気の悪いもんが多い。カッとなると何するか分かんねえ。お国は貴様がやったに違えねえんだ。違う、違います。やったのは三人の浪人です。上層のおしずさんに聞いてもらえや、一緒に見ていたが足じゃねえってことが分かります。でたらめを言うな。上層のおしずは大久保校に上がっている。そんなところにいるはずはねえんだよ。本当だ、本当です。お前さん、無茶しないでくれよ。お兄ちゃん、お前さん。おお、キママさんの。たった、やっしゅるやつが。ああ、聞いた聞いた。ふざけたことしまって。なんとかならねえか。ええ、なんとか。やっしゅはいいやつだ。今じゃ娘を嫁にやってよかったと思ってる。お父っつぁん、お父っつぁんって。実の親以上に尽くしてくれてな。こんな可愛いおかみさん持って、これからって頑張ってる人が、罪なんか犯すはずがないじゃないかね。所帯なんて。まだ一月だというのに。私、大ちゃん、大ちゃん、大丈夫よ。お兄ちゃんがお役人に口を聞いてくれるからお願いします。お前さん、しっかり掛け合ってくるんだよ。分かった、任しとけ。辰五郎、よせよせ。屋敷はな、両手を血まみれにして死体の前に突っ立ってたんだ。それでも屋敷が下手人じゃねえってのか。ああ、そうだとも。屋敷にかけてそんなことねえよ。あいつはな、怪我した野良犬を三月もかかって治してやるような気の優しい男なんだよ。人殺しなんかできるわけねえじゃねえか。先生、まだ10年以上も悪徳縛ってきたんだ。何じゃねえ。どうでも屋敷が白だって言い張るんなら、証拠を持ってこい、証拠を。なるほど、刃物も見つからんのに屋敷を下手人と決めるとは、これは少々無理があるな。そうですよ、旦那やうちの人が走り回ってやっとお太ちゃんと一緒になったばっかりなの。どうしてお上の役人ってこう無茶ばっかりするのかしら。屋敷は大奥女中のおしずって女が本当の下手人を知ってるっつってんですかね。レイシーさん、なんとかそのおしずと女に会って証を立ててもらうわけにはいかねえもんですかね。大奥女中か、これは厄介だな。ちょっと新さん、あんたいつもうちへフラッと現れちゃう。うちの旦那に迷惑ばっかりかけてるんだから、こんな時ぐらい役に立ってくれてもいいでしょ。おいおい、やめねえかよ。お前さん黙っといて。新さん、これが町中の話ならうちの人と私で逆立ちしたってラジ明かしてみせますけどね。相手がお城の大奥じゃ手が出ませんよ。ちょっと新さん、あんたそれでも旗本の三男坊なんでしょ。お侍の端くれなんでしょ。だったら何とかしてくれたっていいじゃありませんか。ちょっと新さん、やめろっす。ねえ、ちょっとお前さん、なんて。いいからこっちこっち。
いいから。ちょいよお前は本当にもう、おい、なんだよ。なんだよじゃねえだろお前、なんだよポン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 言うんだよお前。あれじゃお前新さんかわいそうじゃねえかよ。じゃあお前さん、どうして新さんにそんな遠慮するんだよ。お金でも借りてんのかい、それとも新さんが将軍様だって言うのかい。だったらどうするんだ。へえ、だったらどうするっつってんだよ。また始まったよお前さったら。バカ、おい二人とも、もうやめてくれ。確かに今度はおかみさんの言う通り俺の出番だし、ま、なんとか考えてみよう。町奉行より問い合わせが参ったのだが、そなた5日前の夜大川端で人殺しを見たそうじゃな。とんでもございません。その日私はお城の中におりました。通行切手の発給控えがあったな。調べなさい。はい、確かにおしずの名はありませぬが、切手がなければお城は出られん。なんぞの間違いですよ。奉行にはその旨返事を。はい。弥七、大奥から返事が来たぞ。おしずは殺しなど見ておらん。第一その日は城を出ていねえそうだ。嘘だ。おしずさんは嘘をついている。俺は確かに、確かにおしずさんに会ったんだ。あいにくだったな弥七。おい、こいつを俺へ送るぞ。本田家だ。もう一度、もう一度おしずさんに聞いてくれ。お願いだ、お願い、もう一度おしずさんに、おしずさんに聞いてくれ。ではおしずが嘘をついているというのか。決まってますよ。あっしは弥七を信じますよ。おしずさんの一言で助かると思ってたのに、お妙さんさぞがっかりしたでしょうね。お妙ちゃんどうしてんだろう。ちょっと様子を見に行ってみようか。うん、ね、お前さん、ちょっと行ってみてください。おお、頼むぞ。なぜおしずは嘘をついたんだろうな。ねえ新さん、それが分かればね、弥七も。新さん、いやそうじゃない、上様、大奥に出入りできるのはあなた様お一人なんで、そのおしずさんって人に会ってね、事の真相をね。おしずさんだな。はい。私は弥七の知り合いの者だが。おしず、このままでは弥七は人殺しとして死罪になる。一緒になったばかりの女房は毎日泣き暮らしているというぞ。頼む、本当のことを言ってくれ。あの夜お前は弥七と会って立ち話をした。その時悲鳴が。そうだろう。何のことでございましょう。あの夜私はお城の外には一歩も出ておりません。そのことはちゃんと記録に。ごめんくださいまし。待ってくれ。乱暴すると人を呼びますよ。面倒院や大宮か。なるほど。私をつけてきた浪人が総集屋と同様木綿問屋大宮へ。
同じ木綿問屋同士何かあるのでは。大宮とその浪人のつながりが分かれば裏が解けるかもしれんな。続けて探ってくれ。何の真似だ。茶店で上がれた行商人、貴様の手の者であろう。何が狙いかは知らんが、深入りしすぎたぞ。切れ。俺は篠介旦那だ。やるのは助っ人だ。木場さん、助かったぞ。いやーとんでもねえ。たっつぁんから聞きました。屋敷のことじゃ旦那もいろいろと飛び回ってくれてるそうで、よろしくお頼み申します。旦那がおっしゃった通り、屋敷は気性のまっすぐないいやつだ。おたいのやつは毎日のろけばっかり言ってましたがね。木場さん、元気を出せ。できるだけのことはしてやるからな。忠相、何事だ。は、北町奉行所が弥七に打ち首のご沙汰を申し渡しました。何だと。急がねばならんな。おつぼね様、今日も残念ながら上様のおなりはございません。加納殿、これでもう3日も待ちぼうけ、一体どういうことなのじゃ。何せ上様は政務ご多忙で、申すよりご側室のことを申すと途端に妙に不機嫌におなりになる。困ったことじゃ。おつぼね様、ご側室のことは取りやめにした方が。何を言うのです。そなたの持ち書き方がまずいからこのようなことに。よろしい、私が直に上様にお勧めいたしましょう。おしず、そなたに急ぎの手紙が。で倒れた。急ぎますのでお通しください。おしず、すまん、あの手紙は嘘だ。お前を呼び出す方便、父親は達者だ。弥七に打ち首のお沙汰が降りたぞ。おしず、もう一度頼む。見たことを正直に言ってくれ。それで弥七は助かるのだ。自分さえ良ければ無実の男を見殺しにしてもいいというのか。それで恥ずかしくはないのか。私は何も知りません。おしず、頼む、弥七を助けてやってくれ。何と知られようと、知らないものは知りません。俺と一緒に来るんだ。お話しください。お話しくださいませ。お願いでございます。これが弥七の家だ。頼むから、女房に会ってやってくれ。もう一度頼む。
おしず、大川端で見たことを話してくれ。おしず。おかみさん、許してください。弥七さんは無実なのです。本当の下手人は三人の浪人なのです。よく言ってくれた。あれほど固くないになるにはよほどの訳があったんだろうな。あの日私はお城の中にいたことになっていたのですが、本当はお城の外に出ておりました。奉梅の奈美さんにお切手をいただいて。大奥の法度を犯したのか。はい、お奈美さんにお咎めがあってはいけないと思い、つい言いそびれてしまいました。何だってそんなことを。上様のおしとねに上がれと。俺はおしずを責めた。本当に責めなければならぬのは俺の方だというのに。おお、ひもじん、どうした。嫌に難しい顔してるな。お主のようなのんき者にも悩み事があるのか。何。おお、怒ったか。だが本当のことだ、仕方あるまい。暇を持て余したお主のような男には本当の悩み、もって行き場のない怒りなどあろうはずがない。ついこの間もな、許嫁を馬鹿将軍のおしとねに取られて叫びたりになってる植木職人に出会ってな。清吉のことか。何だ、知ってんの。前途ある若者が将軍の気まぐれのために自分の許嫁まで取られてしまう。馬鹿げたこった。町方庶民の味方を気取っているようだが、そういう持って行き場のない怒りや悩みを理解できなければ本当の庶民の味方とは言えねえよ。難しゅうございますな。己自身の周りを清く保てばことはおのずから解決するとも申しますが。己自身の周り。膝元の粛清改革か。大奥の掃除だな。したが百年にわたるしきたりでがんじがらめの大奥粛清は何時中の何時。しかしそれをやり遂げてこそ名将軍とも。忠相ならどうする。大奥は上様お一人のためのもの。それがしにはやはりご自身にてお考えなされるより仕方がございますまい。誰か刀を持て。無実の罪に泣く咎人やその家族、許嫁を失った職人、権勢争いの生贄にされそうなお橋田女中、誰一人救えない俺に何がご政道の立て直しだ。よし、やってやる、やってやるぞ。大宮はな、江戸一の木綿問屋になりたかったのよ。それで俺たちを金で雇った。商売がたき総衆屋の大黒柱奥目を殺せば間違いなく江戸一の木綿問屋になれるからな。江戸一の木綿問屋か。大した儲けだろうな。
高柳氏、おきめの殺し金50両じゃ安かったな。なに、今まではほんの遊び。狙い目はこれからだ。やるのか、大宮を。おきめ殺しをバラすと落とせば、いくらでも絞れる。大宮は金のなる木を。わかった。おその、あれ寺で見たことを忠相に伝えろ。はい。助八、あ、手を貸せ。大宮と高柳たちを叩く。あ、しかしご自身で乗り出されることはないのでは。いや、構わん。一暴れしたいのだ。お宮、200両では高くはあるまい。奥目殺しがお前の差し金だと奉行所へ密告すれば、お前は貼り付け獄門間違いなしだぞ。それは。おい、200両出すのか出されるか。悪党ども揃ってるな。悪あがきはよせ。江戸一の木綿問屋になるために人殺しまで企むとは呆れた奴らだ。何だ貴様。お前たちみたいな奴らをほっといたら、いつまでたっても世の中は良くならん。覚悟しろよ。貴様、片付けろ。上様を土下座させてしまった。どうしよう。その日、大奥に乗り込んだ吉宗は大奥の一切を改革する旨を打ち出した。それは吉宗自身の費用はもちろんのこと、大奥すべての費用を半減すること、そしてたとえ一生奉公のものであろうと、嫁に行きたいものは申し出ればいとまが与えられることなど、これまでの大奥では考えられなかった思い切ったものであった。これこれ、そう驚くことはあるまい。やはり女の幸せは良い亭主を持つことらしい。そうであろう、おしず。突如費用の判滅を仰せ出されましても、とても可能ことではありません。何とぞその儀ご裁決願わしゅう存じます。ならん。世はご政道を立て直すために将軍職に就いた。世の膝元である大奥ならば、率先して倹約せねば
余は馬鹿将軍となり果てる。その方も年寄り役なら身をもって実行いたせ。上様はご入府以来わずか三月、大奥のしきたりに精通されたとは申せませぬ。ご存じなき者を改めるなど賢明ななさり方ではございませぬぞ。では世に側室を進め己の権勢を伸ばさんと図るのは賢明なやり方なのか。柳の局、お庭お目見えなど以後無用にいたし、年寄り役の役儀に励め。しかと申し渡すぞ。まだ不服かな。いえ。例のものを持て。お許しくださいませ。平のこととは申さ、上様に土下座させてしまい申し訳ございません。何を申す。謝らねばならぬのは世の方だ。その方と清吉にはいらぬ苦しみを味わわせてしまった。許せ。清吉にはよく詫びておいてくれよ。はい。これは世から祝言の祝いだ。本当はもっとしてやりたいのだが、何分にも諸式倹約の折だ。勘弁せ。その代わり人の切手で城を出たことは内緒にしておく。上様。あれ？なんだよ、入ってねえじゃねえか。ああ、いけない。ごめん、すぐやるから。それじゃ嫁にいけねえぞ、お前。お前さん、ヤシとおたちゃん。おお、そうか、こっち入ってもらえ。あいよ、さあ、上がっておくれ。ヤシ、おめえ濡れ気味が晴れてよかったな。ほんとだね。よかったよかった。おかげさまで。頭、いろいろとありがとうございました。いや、ほんとにありがとうよ。いいってことよ。たっちゃん、しんのすけ旦那にも一言礼が言いてんだが、旦那のお屋敷はどうなんだい。そら、そう…の、ええ、それがね、よくわかんないんですよ。何しろあの人と来たら、ふらっと来てふらっと帰っちまうでしょ。まるで糸の切れたタコみたいで。そうなんだよ。まあ、あのな、気ままさの礼は俺から言っとくからよ。あの、どうだよ、おい、今日俺と一緒に飲むじゃねえか。やし、お前も今日ちゃんちゃん飲め。おい、おい、酒酒酒、早く持って、早く持ってこいよ。待ってなさま。遅いんだよ。はい。さあ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 、取る取る、お茶こし。さあ、キママさんの足崩しなよ。ヤシ、やれやれ。いや、頭、わしはやっぱりお便りに借してもらった方が。そりゃそうだ、お前邪魔しちゃダメだ。調子渡してやる、違うよ。はい、すみません。お前さん、あたしもちょびっと飲もうかな。ああ、おやんなさい、おやんなさい。わしはお借しましょう。キママさん、どう。いやいや、でもマジんで、あのね、酒しが悪いんだからよ。いいじゃないか、お前さん、嬉しい日なんだもん。ちょっとぐらいね。あ、そろって言って、お前、ほんの少ししとけよ、お前。本当に最近あるんだからよ。シーズンよ、シーズン。これが18番。天馬4年に制定されて以来100年間手つかずであった古色騒然とした大奥法度が大幅に改められ、実情に沿ったものになったのはそれから間もなくのことであった。茨の道だとて決して決して決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか
かぐっと睨むこの目に血がたぎる。次回吉宗評判記暴れん坊将軍は、やめてくれ、おいやめてくれ、てめんとこの大黒柱もらうからな、うるせえ。本気で辛いも作りにかけるなら全財力を傾けなさい。その方何者だ、つむじ風のように大暴れしたくなる江戸の暴れん坊さ。次回あっぱれ芋侍にご期待ください。